まりました、うん、はい、おはようございます。おはようといってもですね、日本時間は今、日本時間はですね深夜3時ちょっと前です。はい、ということはこちら時間、こちら時間はですね7時、朝の7時50分、朝焼けを迎えたばかりのこちらはハワイ島に来ております。おで、今回何しに来たかと言いますと、僕はあのゴルフが大好きでして、自分のゴルフの腕前を、修行して鍛えるためにですね、よくこの島に来てゴルフ合宿というのを開いています。プロゴルファーと一緒に来たりとか、プロのレッスンコーチと一緒に来たりとかしながらですね、そういう厳しい条件でトレーニングすることでゴルフの腕前をいつも鍛錬してるんですね。そういう島がハワイ島ですもう実はこのハワイ島が大好きすぎて、僕はすでに土地を買って家を今ちょうど作ってるところなんですけど、また日本の家と同じようにこだわりまくっちゃっていて、大変時間がかかってまだできてないんですけど、あと1年か2年かでできる予定ではいますけど、うん、ハワイ島の何がいいか、はい、まあその溶岩でできた島っていう以外にもですね、その世界には大きく6つの気候が、6個の気候があると言われていて、その5つがこう集結した島っていうことで、島のいろんなところに行くといろんなこの気候を体験できるんで、こうなんだろうな、1週間とか2週間ずっと島にいても飽きずに楽しめるのがこの島のいいところです。でこうやって見ていただいて分かる通り、もう島中溶岩、この黒い大地は全部溶岩がこう流れてできた大地でして、溶岩に2種類ありまして、まあ、ちょっとマニアックな話なんですけど、アっていう溶岩と、アっていう溶岩と、パホイホイ確か合ってんすか、確か合ってるけど、尖った溶岩がアで、ぬるっとしたのがパホイホイパホイホイで合ってるかなドライバーさんにちょっと 聞いてみて。 Is there two types of lava? Yes. What's the name of? Poi. Just poi. Okay, thank you. Poi. 滑らかな方がポイだそうで。まあ、ポイポイ。ちょっと、とポイ。でした。すいません。まあ、近かった。なんかそういう感じだった気がしたんだけど。今回宿泊する場所に近づいてきましたが、クキオリゾートっていうところにコテージをみんなで借りて、ゴルフ合宿のメンバーみんなで借りて、宿泊する予定です。到着しました、はい、コテージに。何ベッドルームぐらいあるのかな。 7つぐらいあるのかね。部屋7部屋あります。はい、着きました。はい、あ、俺の車がもう止まってるよ。懐かしいゲレンデが。懐かしい。はい、もよいしょ。これハワイに置いてある俺のゲレンデね、うん、かっこいいですね。こっちで買って、こっちでずっと乗ってるやつです。案内しましょうか。ウェルカムトゥ帰ってきた感ありますね。ただいまただいまっていうのもいつもここ今のところ使っていて、まあ自分家が完成するまで借りてるところです。はい、どうぞ。いえ、どうぞお邪魔しまーす。ちょっと逆光になっちゃうかな。ねえ、豪華ダイニング、広いっすね。キッチンスペースもすごい広くて、はい、大きなキッチンがありまして、今回合宿メンバーの一人はシェフでして、ザッキーっていうシェフを一緒に連れてきました、うん、でそれ以外にも、いろんなスタッフが来て、総勢男8名ここが来ております
はい、もう今ハワイ島に着いたばかりですが、はい、すでにゴルフ場に向かっております。7時半ぐらいに着いて今9時です、はい、早速初日頑張りたいと思います。今話題の撮影してきましたね。そうだね、結構よく撮れたんじゃない。うん、よかったと思いますよ。アベマさんのね、はい、まあまだちょっと だいぶ照れくさいけどね本当に大丈夫かなっていう不安しかないよ今のところ。なんか初日だけで3000人もの方々にご応募いただいたみたいでね、まあ俺も恥ずかしくてだいぶ勇気が必要でさ、だいぶ悩んで出演を決めたけど、その3000人の方々もだってさ、顔も出るじゃん。いや、すごいですよ。名前も出るじゃん。だから、はい、よう、そんな勇気あんなと思うよね。まあけど、そんだけこう覚悟を決めてね、ご応募くださってるから、はい、なるべく多くの方々と一人一人お会いしてお話しできること、本当に楽しみにしてるんで、まあ、本当にちょっと真剣にやろうと思ってるから、はい、まあ、ゴルフも真剣なんだけどね、はい、そっちの番組の方もなんかそういうのでチャラチャラやるタイプの人間ではないから、俺はやるならやるでしっかりやりたいなと思ってます。そうですね、もうそろそろ着きます。Good morning. あの辺見てよ、このことがいいじゃんって言ったら災害。危ない。Now if you've been